6月14日早朝、香港警察は立法会の前で取材中の香港テレビ局の記者を強制的に排除しました。香港記者協会、香港台湾労働組合、香港テレビ局なども相次ぎ声明を発表し、警察当局にメディアの取材権利を尊重するよう求めました。香港テレビ局の記者によると、午前2時、警察当局による強制排除を撮影していたところ、突然警官6人に強制的に運ばれていきました。記者であると大声で叫んだものの、無視されたそうです。香港記者協会、香港台湾労働組合及び香港テレビ局は声明を発表し、報道の自由への破壊だとして警察当局を強く非難しました。また記者協会は警察当局に説明を求めると同時に、記者に謝罪するよう求めました。明顯地已經係説明佢係記者嘅時候咧，咁警方仍然係咁做咧，咁我哋表示覺得好遺憾嘅。對於啲行為，我哋表示呢個嘅強烈譴責，同埋我哋要求咧，佢係向呢一名嘅香港電台嘅記者咧，就作出道歉嘅。香港では取材中の記者が警察に暴力的に扱われることが何度もありました。新唐人の女性記者も2011年の7月1日のデモ行進を取材中に拘束されたことがあります。香港の報道の自由度の後退が案じられています。新唐人テレビがお伝えしました。